皆さんこんにちは。横浜 B コロスエアーズ22番秋山浩太です。ぼちぼちです。まあ早い段階から結構準備はしてたので、まあ、体のメンバーは結構いい状態なんですけど、トータルぼちぼちです。まあ、チーム練習だとこうスキルの部分でピックアンドロールとかそういう普段あんまりやんなかったことやってるんですけど、まあ、自主練とかではこう、まあ、スクリーンの使い方とかシュートの時のステップの部分は練習、個人的には重点を置いてやってます。あ、すごくいいと思います。なんだろうな、僕的にもバスケットにすごく集中できてるし、コミュニケーション練習中に取る回数とかが多いので、それすごくいいんじゃないかなと思います。ほぼ無意識ですけど、まあ、淡々とやるだけなんで、はい、まあ、なんだろうな、まあ、でも基礎はやっぱりうまくいかなくなった時とか、やっぱり一番戻る場所が多分基礎だと思うので、まあ、意識はそんなしないですけど、まあ、やることやろうって感じで、はい、まあ、一つはいい意味2年目なので、流れが分かるというか、そこが違う部分の一つ、まあ、やっぱり去年 その経験の部分、いい部分もそうですけど、悪い部分もいろいろ経験した中で学んだことが多いので、そこをこう生かすという面では、はい、まあ、その辺ですかね。違う、まず CS に、ね、やっぱり出ないとその先はないので、そこを目標にして、まあ、あとは今年は多分異例というか、コロナでシーズンがどうなるかが読めないんで、できる限りの準備をチームでして、で試合があるのであれば、もうそこに対してまず1勝しっかり取りに行く、そういうスタイルでやっていきたいです。昨シーズンまず応援ありがとうございました。結果がちょっと伴わなかったんですけど、まあ、今年は少しメンバーが変わってヘッドコーチも変わったりしているんですけど、まあ、その中でチーム一つになって、まあ、このよくわからなくどうなるかわからないシーズンを、しっかり戦い抜きたいと思うので、まあ、会場でお会いできれば一番嬉しいんですけど、そこもまだわからないので、まあ、まず僕らができることをしっかりやっていくので、皆さんも体を第一に、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。